はいはい、皆さんこんばんは、小田誠です。皆様本日はいかがお過ごしでしたでしょうか。この度ですね、こちらのゲームのドラゴンボールスパーキングゼロというゲームのですね、BGM というかですね、サントラ BGM どちらでした、30曲ぐらいですね弾かせていただきましてですね、全部ほぼソロ割りで弾かせていただきましてですね、もうね、引き出しという引き出しをすべてですね使い果たした、もうね、本当に魂を燃やし尽くした、もう本当魂を燃やし尽くしたんですよ本当にですね、燃やし尽くしたギターサウンドがですね、ぜひ聴けるかと思いますので、ぜひともですね、皆様チェックしていただけたらと思います。でですね、それに伴い改めてですね、ドラゴンボールのアニメを見てたんですよ。そうするとですね、まあ悟空って結構アホなことを言うじゃないですか。でもですね、このね、髪が白くなって今となってはですね、もう正論しか言わないんですよそんなこと言ったらいかんかそんなこと言ったらいかん。でもですね、ちょっと話変えて、変えたとしてですよ、変えたとして、ナルトっているじゃないですか。こちらですね、まあ最近ネットフリックスで見れるのでちょっとチラッと見たんですけれども、もうね、バカやってたナルトがですよ、私の幼少期ね、バカやってたナルトばっか見てました。今となってはですね、もう子供がいて大変忙しくしてるんですよ。でですね、もう家族サービスもできずにですね、プライベートはプライベートで戦っているんですよね。それを見てですね、ちょっと私悲しくなったんですよ。悟空はですね、もう今となってはね、もう落ち着いて正論しか言わないですし、ナルトもね、家族がいてすごい忙しそうで、かたや小田誠は何しているんだと何しているんだという話なんですよ。もうハンナウしながらですね、帰ってきて猫可愛いって言ってるだけなんですよもうね、まあ大体ですね、私ラジオ撮ってる時このような感じなんですけれども、ちょっと久しぶりにですね、悲しくなりましたね。何なんだと何なんだとね、なんかあれを見てる限りですね、そのやっぱ人ってね、少なからずともだんだん大人になっていくんだなって思われるかもしんないんですよ。でもですね、本当に中身なんてもう一切何も変わってない。共に歩んできたはずのアニメキャラすらもうはるかに大人なのにですね、私もこんな感じですからね、もう本当に何なんだって、この現実は何なんだって思いますよね。というわけですね、もうね、悲しくなってきたので悲しくなってきたのでですね、本日まで行かせていただきたいと思います。本日こちらですね、はい、フルトーンがですね、ようやく復活されるということで、ようやくというかですね、まあ何だったんですかね元をたどれば、そうですよね、元をたどれば何だったのかっていう話なんですけれども、てかそもそも去年ですよね、2023年に一回亡くなったんですよね。で、2024年に復活と、早いやん。早い。なんて早い復活なんだと。まあまあ、でもですね、そんなこと言っちゃいけないですよね。やっぱお世話になりましたから、皆さんもね、フルトーンお世話になりましたよね。お世話になりましたよね。お世話になったはずです。ね、やっぱ OCD とかですね。はい、こちらですね、たとえ自分のアンプが使えないシチュエーションでもということでですね、ミゼットジャパンさんのホームページの方から引用させていただきました。いいこと言ってますね、本当に。そうなんですよね、 OCD ってもう私の中で、まあね、もう世の中にいっぱいあったかもしれないんですけど、私の中では元祖アンプライクな、ディストーション、オーバードライブディストーションみたいな感じだったんですよね。大変お世話になった方をですね、私はですね、こんだけ言っときながら別にお世話になってないんですよ。お世話になった方をたくさん見てまして、でですね、その方々みんなうまかったので、あとあれが流行ったんですよ、このですね、 OCD の歪みっぽい歪みを伸ばしシステムで作るっていうのがですね、まあ流行ったってちょっとね、大げさに言いましたけど、私の中で流行ってたっていうだけですね私の中で流行ったっていうだけですので、いやでもですね、専門の時習ってた先生がめちゃくちゃうまくですね、こう伸ばしシステムの歪みをうまく使ってたんですよ。でですね、元にしたのが OCD でこう聞き比べながら作ったって言ってて、それがですね OCD だったんですよ、本当に。でですね、そこからですよ、そこから伸ばしシステムを購入し、OCD を先輩に借り、スタジオでですね音を作ってて、あそこからね、もう本当に沼が始まりました。本当にね、ギターの楽しさをですね教えていただきましたね、本当。専門学校でなんでしょうね、なんか多分皆さんもございますと思いますけれども、ございますと思いますけれども何でもできるような感じの歪みとシステムに憧れることってないですか。私がですね憧れた時、ちょうどその時がそのですね、伸ばシステムで OCD の歪みを作る。そうなんですよ、そもそもですね OCD 自体もですね結構万能でして、それに憧れて、じゃあコーラスとかその他モジュレーションとかも全部万能な方がいいやんみたいなね、そういった意味も含めて伸ばシステムっていうのと、あとまあ先生が使ってたっていうので伸ばシステムっていうんだったんですけど、そこがですねリンクしまして、もうねそれリンクしたら行っちゃうしかないじゃないですか。あとですね、なんか致命的なバグがちょうどあった時なんですよ。なんでですね、伸ばシステムが普通これ10万ぐらいしたんですよね、確か10万ぐらいしたけれども、致命的なバグがあって5万ぐらいになったんですよ。でさらにちょうどですね、アップデート前の伸ばシステム、まあ自分でアップデートするだけで
そこのバグは改善されるんですけれども、そのアップデート前の伸ばしシステムがですね、たまたま楽器屋さんに入ってた時で、なんか3万5000円ぐらいで買えたんじゃなかったかな、なんかそれぐらいで買えたんですよね。なんでですね、もう行っちゃいましたね。その時は全然お金なかったですけどね。まあただですね、今考え、あーでもどうなんですね、今考えたらその OCD 買ってもよかったんじゃないんかなって思うんですけれども、これね、センドリターンというものがなくてですね、伸ばしシステムって一応ですね、ドライブインプットっていうですね、歪みペダルを前に置くならここからさせてくださいっていうものはあるんですけれども、センドリターンとかがないもんですからですね、一つで切り替えができないんですよ。なので気合い入れてこれで作ったんですけれども、 OCD っぽいやつを。でもまあ結局私のね、そんな知れてる知識じゃですね、もうたかが知れていましたね。まあただそれでですね、あーここをいじるとここが動くんかっていうんですね、そういうものの理解ができたので、まあ無駄ではなかったとは思うんですけれども、まあおかげでたくさん失敗もしてね、もうほんと伸ばしシステム、この写真見ただけでなんかいろいろ思い出してきましたねまあというですね、思い入れのあるエフェクターなんですよという思い入れがあるのでまあね、これ似せようとして失敗したっていう思い入れなんですけれども、今改めてですね、やっぱ YouTube とかで聞くと音いいっすね。もうこれ買っとけば間違いないやんってですね、今改めて思いますね。あとあれですよ、もう一つ思い出しました。そうですね、 OCD これね、やっぱりですね、先生がいいっていうとこう生徒の中で流行ったりするんですよ。それがなんでですね、結構持ってる方いたんですよ、 OCD。 そこでですね、私ちょっと OCD はみんな持ってるしなぁと思ってですね、というかですね、この伸ばシステムで OCD に近づけるって言ってた時とですね、 OCD みんな持ってるしなぁって言って、ですね、まあこちらの商品買ったんですよ。はい、こちらですね、GT500 ということでですね、これ買ったんですけど全然覚えてないですね。まあ覚えてない上にですね、伸ばシステムで OCD の音作ろうとしてたのに、だったら OCD 買えばよかったんですよだったら OCD 買えばよかったのに、なんでこれ言っちゃったんでしょうね。まあ赤い歪みってね、基本いいって思ってたんですよ。でもですね、これなんかそんな良くなかったかもしれないですね。全く記憶に残ってないので、まあただですね、これを買うためだけに家でご飯炊いて白米にですね、塩だけかけて、それ持ってって持ってってそれをですね、まあ1ヶ月ぐらいやったら、まあ5000円ぐらい浮くじゃないですか。いや、もっと浮くか、1万5000円ぐらい浮くんかな。ってことは、それ2ヶ月続けたら大体買えるんすよ、エフェクターが。でそれ確かね、続けて買った気がします。でもなんで買ったんでしょうね。そのやっぱり OCD がいいって流行ると、やっぱりですね、違う方に行きたくなるじゃないですか。でも違う方にですね行っても、ほんとろくなことにならないですね。ほんとお金の無駄ですね、ああいうのって。でですね、今私ですね、ちょっとネットで探して音聞いたんですけれども、やっぱりあんま音良くなかったですね。なんでしょうね、この GT500 ってめちゃくちゃいい感じの音になりそうなのに。重要なところがですね、なんかギターとして欲しいところ、チル成分とかあるじゃないですか。あれですよ、その最近流行ってるチルイみたいな、チルじゃないですよ、散りばめられた成分、散りばめるような音を、散りばめるような音質を、散りばめる、何言ってんでしょうね。まあマーシャルっぽい成分ですね、ちょっとドンシャリっぽい。まあそういうところがなくてですね、あでもブースターとして使ったらいいんかってなったらですね、あでもそうですね、でもそうなるとまたそれはそれで別の選択肢を取った方がいいかなと思いますので、まあこれはただに人気なかったんでしょうね、この生産完了は。なんか失敗しましたねまあ途中ですね、まあね、失敗なんていっぱいしてんすよね、本当に。でですね、まあもう一度ちょっと OCD の方に戻らせていただきましして、 OCD ですね、これ JC 対策としてもですね、めちゃくちゃいいんですよね。めちゃくちゃいいというかですね、自分が弾いてるわけではなかったんですけれども、まあ弾きましたよ、弾きましたけれども、ライブで使っている先輩を見て、あ OCD やっぱりいいんやみたいなね。でですね、ライブで使っている、先生を見て、あやっぱ OCD いいんやっていうですね。なんでですね、人のを聞いていいんやと思うってことはやっぱりいいんすよ、きっと。でですね、こちら OCD は極めて汎用性の高い、ドライブペダルですということでですね、まあ確かにそうなんですよね。そのもうメタルから、なんでしょうね、なんでもできるんですよなのでわずかに歪んだクランチみたいなのからですね、なんでもできちゃうんですよね、これ。ほんと不思議なことに、アンプですよ、本当に。でですね、あ、書いてあるじゃないですか、これまでアンプの代わりになるペダルはありませんでしたと。やっぱりなかったんですね、なかったんですわ。でですね、ペダルで深く歪ませると、タッチへの反応性、ハーモニクスが失われてしまうためですらしいですよ。自分のアンプを使えず、当時の私たちですね、まあ大体そうですよね、大体自分のアンプ使える方なんてね、そうそういないですからね。ペダルを使用することを余儀なくされる場合には、こうした悩みが頭を離れなかったことでしょうということでですね、いや本当に毎日考えてましたからね、毎日ね、もう本当に JC どうしよう、 JC どうしようですよ。結局4年間ぐらいもっと使ってたのはずっと JC 使ってましたからね。でですね、 OCD はこうした悩みを解決するために作られたペダルですということでですね、
本当にそうですね。改めてですね、 YouTube で聞いてきて思いました。間違いなかったっすわ。やっぱ間違いなかったっすね。でですね、バージョン2は裏パネルを開けるところ、バージョン2ですね。バージョン2、あれ？新しくリイシューされるのも確かこのバージョン2をモデルにしてるかなんかでしたよね。でですね、エンハンストバイパスと、トゥルーバイパスの切り替えスイッチが新しく増設されました。エンハンストバイパススイッチは、フェットバッファーをオンにし、ペダルがオフの時でもですね、多くのペダルをつなぐことによるサウンドの劣化を防ぎます。これまで通りトゥルーバイパスも選択可能ですということでですね、改めて考えたんですけれども、多分ですね、エフェクターってこれ一つだったらなんとかなるんですよ。まあこれ一つでなんとかするっていう夢とかロマンもあると思うんですよ。ただですね、これ以外でなんとかしたいっていうですね、夢とかロマンもあってですね、そっちに無駄に課金しすぎましたね。今考えると多分ですね、エフェクター何買うか悩んでるって方はですね、とりあえず OCD 買っておけばまず間違いないんじゃないかなと思います。いやボスですよ、多分ですね言われる方もいらっしゃると思うんですけれども、やっぱりですね、ボスはボスなんですよ。若い頃ってですね、ボスに対してアレルギーが出てんすよね。なんかですね、うわーみたいなね、DS1 とか弾くと、今は別になんかそんな思わないんですけれども、DS1 とか弾くと、うわーボスの音やみたいな、ね、なんかそういうのがあるんですけれども、なんでですね、若い方ですね、若い方ほど OCD をですね、購入した方がよろしいんじゃないですかね。あとまあ、ライオットっていう選択肢もあるんですけれども、ライオットね、ちょっとむずいんすよね。皆さん結構使われてる方多いと思うんですよ。ただですね、ライオットってちょっとですね、ミッドに寄りがちになるんですよ。でですね、歌とのミックスの時にちょっとですね、ミッドの方を削った方が歌との馴染みが良くなるってなると、ちょっとですね、音細くなっちゃうんすよね。その点ですね、OCD はその辺が初めからですね、軽減されてるというか、でですね、太いところはしっかり太く出るので、まあ、ライオットよりは OCD の方がいいんじゃないかなってですね、私自身思っております。というわけでですね、本日フルトーン復活ということでですね、まあ、買うなら OCD なんですよ。あとですね、もう一つありましたわ。もう一つどころじゃないっすわ。あ、でもこれ復活するか分かんないんですけど、6、あれ？なんとかファズ、70ファズとかですかね。あの辺もいいんですよね。ファズなんですけれども、もうね、中の原因をほんと少し上げるだけでですね、あとまあ適当にセッティングしたらですね、どこまでもトーンが伸びて、優しい感じの音なんですけれども、速いフレーズにもしっかりついてくるみたいなね、70ファズやったかな、確か。なんかですね、昔、使っている方がいらっしゃいまして、で、弾かせていただいたらめちゃくちゃ弾きやすかったんですよね。でも、もうその時生産完了してて、もしかしたらそれも復活しているかもしれないですね。ちょっとですね、わかんないんですけれども、それがあればですね、もう誰でもエリック・ジョンソンになれるんですよ。いや、そんなことはないんですよ。そんなね、なんて言うんですか。ちょっとエリック・ジョンソン知ってる人からしたら、あ、ちょっとエリック・ジョンソンあの人絶対好きやろみたいなですね、トーンを出すことができるっていう商品ではないんですよ。そういう使い方するのが一番いいみたいなですね、使い方ができるファズがあったんですよ。今もあるんかな、ちょっとわかんないんですけれども、ありました。これですね、これなんですけれども、まあ一応ですね、今復刻しているこっちじゃですね、ちょっとならないらしいんですよね。なんでですね、まあこれ難しいところなんでならないのかもですね、私わかんないっす。まあそもそもですね、ファズをそんなに使うっていうことがなかったですから。でもファズがですね、あんまり好きじゃない人ほどこの70ファズっていうのは使った方がいいんじゃないみたいなですね、ことを言ってまして、まあその方もですね、ファズ全然そんな好きじゃなくて、でもこれ使った時にギターソロでオンにしたらどこまでもっと伸びるしみたいな、簡単にエリック・ジョンソンみたいになれるしみたいな話をしてて、ああそうなんやと思いまして、実際トーンも聞かせていただいた時にですね、あ確かにと思いましたんですよ。なんでですね、こちらもですね、聞いた感じおすすめですね。聞いた感じをっていうだけですね。まあ自分が実際使ってるわけではないんですけれども、まあ何が言いたいかと申しますとですね、フルトーンって結構ね、いいメーカーですし、いいもんいっぱいあります。ただそれだけですね。ただそれだけです。なんでですね、もし買うとしたら OCD かでですね、まあソロでブーストしたいとかですね、エリック・ジョンソン好きって方はですね、70ファズとかですね、そういったものを購入されてはいかがでしょうかというわけでですね、本日の動画がよろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、X と Instagram の方もやらせていただいておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。それではですね、次の動画でお会いしましょう。というわけでですね、改めてというか初めて OCD を取り上げさせていただいたんですけれども、実際ですね、私 HX ストンプの中で OCD とか結構使ったりするんですよね。何でしたっけ、あれはなんとかドライブって名前ですよね。まあそれはね、全部なんとかドライブなんですけれども、あれすごいいいですよね。でですね、あれいいと思う方はもしかしたらアナログで、OCD1 台持っておいたらなんかね、でそれで、あ、このセッティングいいなと思ったら、そのセッティングに近づけた、音色的に近づけたものを、HX ストンプなりヒリックスなりでですね、中に落とし込んでもいいんじゃないかなと思います。というかですね、まあ OCD って多分一番いいんじゃないですかね。まあ OCD かもしくは
あれですね、あれですわ、そのね、またねこれ話伸びちゃうかもしれないんですけれども、 OCD 使ってる方の大体その次に買うエフェクターですね、がそれがこちらなんですよ。はい、こちらですね、ランドグラフのダイナミックオーバードライブですね、 DOD というわけですね。こちらですね、大体 OCD に飽きるとこちら行ってましたね。でですね、当時は中古って安く買えたわけじゃないですか。ね、まあ、こちらもですね、そのプレミアがついちゃってるっていうですねのがあるので、その分ですね15万1910円と、まあね高いっすよ。歪むだけですからね、オンにするだけオンにするだけで歪むだけのエフェクターに15万1910円とですね、まあ高いんですけれども、やっぱ高いなりのね、そういうのはですね、ないかもしんないです、ないかもしんないんですけれども、まあいいんでしょうね。私はですね、あ、何でした、ディストーションボックスっていう方はですね弾いたことあるんですけれども、このダイナミックオーバードライブはですね見たことと触ったことあるんですけれども弾いたことはないんですよ。まあだってね、もうこれ買うならちょっとアンプ買っちゃいますからねって思ってました。あ、でもまあね、また別は別って言うかもしれないですけどもね、まあそれはそれ、これはこれですね。